ホエル40度は、クック海峡において、高波を賛成し、それが海岸を侵食している40度南位40度線、50度南位50度線、ホエル40度は、南位40度から50度にかける海域の俗称。英語から、ロアリングフォーティーズとも呼ばれる。このように呼ばれる理由は、ホエル40度の海域では、西寄りの卓越風が吹いているからである。この風を弱める陸地が少ないため、 この風は南半球で特に強い。その中でもインド洋南部では特に強い。ホエル40度の風はクリッパールートと呼ばれる航路において重要な役割を果たしていた。この風はオランダの船乗りヘンドリック・ブラウエルによって1610年に発見されたのがおそらく最初と思われる。この風を利用してインド洋を素早く東へ進み、 ジャカルタへ向かうために利用された。大気循環も山椒赤道付近で温められて上昇した空気は、極地方から赤道付近へとやってきた冷たい空気に押し出されるようにして、極地方へと向かう。これがハドレー循環と呼ばれる大気循環である。赤道付近から極地方へと向かう空気は、緯度三十度付近で下降し、そこからは地表近くを通りながら引き続き、 国地方へと向かうが、緯度60度付近でごく渦の影響を受けて、再び上昇する。この緯度30から60度付近における大気の循環と地球の時点が組み合わさることで、西から東へ向かう空気の流れ、つまり、偏成風が生じている。北半球とは違って、南半球の緯度40度帯は、タスマニア島やニュージーランド、南アメリカ大陸南部を除けば、 大きな面積が開けた対陽となっており、南米南部では非常に早い風、ホエル40度が生まれている。より南極大陸に近い領域ではさらに強い風が吹いており、クルー50度、絶叫する60度と呼ばれる。ホエル40度クルー50度、絶叫する60度の緯度は一定ではなく、南半球が夏季の際には南極へ近づき冬季には赤道に近づく。 クリッパールートホブネ時代にはヨーロッパから東インドやオーストララシアへ向かう船はアフリカ西海岸を南下して希望峰を回りインド洋を航行する際に吠える40度の風を利用して速度を出し東インドやオーストララシアを立つ際にもやはり吠える40度の風を利用して東向きに航路を取って太平洋を航行し保温岬を通過してから アメリカ大陸東海岸沿いに北上してヨーロッパへ帰還した投降工程を南化するという文句がかつてホエル40度を利用した高速の航行を指して使われた船で世界一周する人々も特にその速度を競う際にホエル40度の領域を航行した際の速さを利用するありがとうございます